松潤さん、いつも動画の更新お疲れ様です。今回は尾崎豊さんのシリーズということで、かなりファンの方が多いシリーズですよね。で、尾崎豊さんに関しましては熱狂的な方も未だにいらっしゃいますので、もしかしたらね、お前の解釈は違うとかね、言う方もこれから出てくるかもしれません。でもやっぱりね、それも込みでファンなんですよね。例えばね、広島カープっていう野球球団がいます。私は全然野球は分かりませんけども、広島カープ球団にもね、いろんな派閥がありまして、あそこはエセの広島カープファンなんだよとかね、カープ女子分かってないくせにみたいなね、そんなこともね、行われてたりするんですよ。まあでも、そういう盛り上がりが一つのファンを形成してるんだなと私は思ってますね。でですね、尾崎豊さんなんですけども、お亡くなりになってかなりの日数が経ちます。確か私も高校生の頃だったんじゃないかな、尾崎豊さんが亡くなったのと思いますけども、去年やっぱり26歳だったですかね。で、10代の頃からコンサートホールをいっぱいにするぐらい人気だったわけですけども、でも、確かね、高校生ぐらいの時、尾崎豊さん、まあ移動範囲もそんなに広くないですよね。で、きっと情報収集力も今インターネットがあるような時代ではなくて限られていたと思うんですよ。でもなんでね、あれほどまでに表現力が養われたんでしょうかね。周りに音楽の天才がいたんですかね。優秀な指導者がいたんでしょうか。不思議ですよね。今はインターネットがあり、指導者がたくさんいて、たくさんのね、音楽リソースにもう恵まれてます。そしてしっかりと音楽を勉強する時間もあるんですよね。30代の方、40代の方、50代の方、いろんな音楽を愛する人がその領域でね、頑張ってらっしゃるんですけども、これなんで尾崎豊さんを、まあ、超えるっていう言い方はね、またそういったもんで競争ではないですからね、違うと思いますけども、尾崎豊さんほどのインパクトを出す一人のミュージシャンがいたわけですけども、今そういう方ってどっかに、尾崎豊さんのような方っていうのはどっかに見れるんですかね。例えば最近 EXILE って聞きます？ EXILE ってどうですかね。カラオケって歌いますか、誰か。T ボランどうでしょうか。グレイってどうですかね。なんかこうしてみると、あ、流行ってたよねみたいな感じだと思います。でも尾崎豊っていう言葉に関しましては、流行っていた、いないではなくて、いまだに続いていると言いますかね。なんかそのLife is 尾崎豊なんですよね。きっと朝起きて何かね、音楽を聴く、もしくは YouTube で BGM 検索する、その時に必ずクレジットされるのが尾崎豊なのではないかなと思いますし、何か自分のね、人生や辛さや、行き詰まりを感じた時に思い出すのは尾崎豊さんの何かの曲のどこかのフレーズ、これなんじゃないかなと思うんですよね。確かにね、他のミュージシャンのワードは浮かんでこないような気もするんですよ、私はことさらにですね、尾崎豊さんの熱狂的なファンというわけではありません。ただね、不思議な人だったんだなと思いますし、そしてその人がふっとね、風のように去っていったなという気もします、なんか天才のままというかね、一世を風靡したまま急にいなくなった、本当にね、異次元に消えたかのように、煙のように消えてしまった。でもその存在感だけは未だに続いている人っていうのはなかなかないですよね、なんかね、そんな気がしました。はい、ということで、特にこれといってね、お伝えしたい一言があるわけではないですけども、あ、シリーズ始まったんだなということで、松潤さんにメッセージを送ってみました。それでは続きも楽しみにしております。いってらっしゃい。